小原 NC パークは、大韓民国継承南、道省原子馬山会、玄区馬山総合運動場内にある野球場である。2019年2月28日に完成した。現在、久保リーグの NC ダイノスのホーム球場として使用されている。小原子体育施設の管理運営条例上の名称は、小原 NC パーク馬山球場。略称は、遠泊。 バサン総合運動場主競技場の跡地に建設された。2018年までの NC の本拠地であるバサン総合運動場野球場のすぐ東側に位置する。建設費用は国費150億ウォン、同費200億ウォン、地費820億ウォン、NC 大のン単金100億ウォンなどで総額1270億ウォンが投入された。証券主との使用契約により、 球場の25年間の運営権と名称権を及び広告権は球団が行使するようになる。契約条件は NC ダイノスが25年間で330億ウォンの使用料を分担するものであり NC 側での建設費用として前払いした100億ウォンが使用料に含まれていたため25年間で230億を支払う。ソウル テグなどからの高速バスが発着する、バサン高速バスターミナルから徒歩約10分。富山市内からの市街バスが発着するバサン市街、バスターミナルからは 2km 余り、市内バスで5分程度。ソウル、東、テグなどからの KTX が停車するカール、バサン駅の方が、バサン市街、バスターミナルより少し近い。ありがとうございます。